はい、元メガネチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、走るカズです。今回は、こちら昨年10月にご紹介させていただいたスーパーゾイルという添加剤なんですけれども、昨年の10月にエンジンオイルの交換と一緒にエンジンオイルの方に添加したんですけれども、それから11月12月1月という形で、3ヶ月間ですね、使ってみたインプレッションの方していきたいと思います。というところでですね、これは前回の動画でも言わせてもらったんですけど、なんていうか、いつもよりフリクションが少ないようなフィーリングであったりとか、収束域のパワーが感じられるようになったのかなというところで、非常に今回入れてよかったなとは感じているんですけれども、12月1月っていうところで、朝一番だったりね、気温が低い日が結構続いてきて、その寒い時期のエンジンの始動性っていうところもかなりこう向上したような感覚がありますし、やっぱりね、ヤマハの SR400 ってキックしかついてないんですよ。なのでセルモーターがついてる車両とはちょっと違うんですけど、キックのレバーを蹴ってエンジンを始動させるようなタイプなので、もうそのね、エンジンが完全に冷え切ってる時の蹴った感覚っていうのも結構こうスムーズになったというか、やっぱりね、それってエンジン内部のこのギアの潤滑性であったりとか、こうスムーズにギアが回るようなエンジン内部の環境っていうところがかなり大切になってくると思うので、そういう部分にはね、かなりスーパーゾイルが一役買ってくれてるのかなというところでですね。で、今回ね、3ヶ月間使ってみて、やっぱり気になる燃費の方を、今回は測っていこうかなというところでですね。で、そんなにこう燃費悪いなって今までこう感じたことは正直なかったんですけど、やっぱりね、でもスーパーゾイルを入れてから多少は伸びたのかなというところで、体感的には少し伸びたのかなという感じはするんですけど、実際ね、燃費の方を計測してみてどのような変化があったのかっていうのは非常に楽しみなところです。はい、で、今回もう一つご紹介したいアイテムをご用意しておりまして、それがこちらになります。スーパーゾイルのスーパーゾイルスプレーというスプレータイプのものになっているんですけれども、こちらのスプレーは、エンジンの組み付け地であったりベアリング、ワイヤーなどに使用することによって各部の潤滑性能を向上させて寿命も伸ばしてくれるという、こちら本当にいろんなところに多目的に使えるアイテムになっておりまして、基本的には潤滑剤なので潤滑が必要なところですね。ワイヤー類、シールチェーンにも使えるっていうところで、チェーンであったりとか、足回りのベアリング類であったりとか、こちら1本あると便利なのかなというところで、でですね、こちらの、スーパーゾイルスプレー、実はもう1種類サイズがございまして、でこちらのね、大きい方が 280mm で、このちっちゃい方が 80mm となってるんですけど、こちらの大きい方はお家で使うのに非常に便利な大容量のサイズになってるんですけど、こちらのちっちゃい方はですね、バイクにね、車載して、出先でちょっと気になった時に使ったりとか、工具箱の中にね、1本入れておくなんて使い方もできそうなので、非常にね、こうサイズの展開があるっていうのは便利ですよね。はい、ということで今回こちらのスーパーゾイルスプレーとスーパーゾイルを入れた後の燃費の方を実際に計測していきたいと思います。
ということで燃費計算の方してまいりました。やっぱりね、体感としても、まあ、ちょっと燃費はね、良くなってるのかなという印象はあったんですけど、今回やったあの燃費計算の方法としては満タン法という計算方式で、まずはね、あのバイクのガソリンを満タンにしたところで、トリップメーターをゼロにしておいて、そこからあの走行距離を測って、その走行距離に応じて何リッター入ったかというところで、給油量割る走行距離というところで燃費を計算する方法になってます。今回私の SR400 なんですけど、そもそもねガソリンメーターみたいなのがついてないんですよ。ガソリンのその残量がわからない仕様なので、まあ目安としてね、毎回毎回こう給油するたびにトリップメーターをゼロにしていたので、今回それでね、ちょうどあの燃費を計算するというところで計算しやすい100キロで計算していこうと思うんですけど、実際にね今回あの給油してきた量なんですけど、じゃじゃん、こちら、3.39 リッターというところですね。走行距離割る給油量というところで 3.39 ですね、今回は。で計算していくと、じゃじゃん、こちら 29.498 というところでですね、まあおよそ29キロという結果になりました。すごい。もともとね SR400 ってそんなにね、あの燃費は悪い方ではないんですけど、私があの SR400 に乗り始めてからすぐにあの燃費の計算って実はしたんですよ。その時はねリッター25キロぐらいだったので、まあ、インジェクションのね SR400 とか、まあ、最新高燃式の SR400 でも、まあ、27キロとかそのぐらいの平均燃費だったと思うので、まあそこに比べてね、そもそも自分の SR400 が25キロぐらいだったことを考えると、プラス5キロって、燃費向上のプラス5キロってすごくないですか？もちろんこれ極端に穏やかな、あまりこうスロットルを開けないようなこうエコ運転をして29キロとか30キロを出したわけじゃなくて、まあ普通にいつも通り乗ってたんですよ。やっぱりね、SR400 って本当にとことこ走るのも楽しいバイクなんですけど、こう思いっきり開けてもね、こう下からグググっていうこうトルクを楽しめるバイクなので、結構開けて乗ってたような感覚ではいたんですけど、いやこの 29.5 キロって相当すごいですよ、その燃費向上した数値としては。はい、ということで、まあ高燃式ではない SR400、 しかもこうキャブの SR400 にしては、ね、リッター29キロ走るっていう数字はかなり燃費としても向上したのかなというところを今回改めて実感できたので、まあ、そういったところも含めて、まあ、単純にバイクの調子が良くなるだけじゃなくて、こう実際にこう燃費向上が体感できるっていうのも、あのスーパーゾイルを入れるあの魅力の一つなのかなと思いますので、ぜひね興味がある方は、動画の概要欄ももちろんですし、あの元メガネ公式ウェブサイトの方でもあの記事の方を公開してますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、でね、今回あの合わせて使わせていただいたこちらのスーパーゾイルスプレーなんですけど、使ってみた感想としては、スプレーした時も、まあ、滑りはいいんですけど、ちょっとスプレーしてからちょっと置いた乗って、こうやっぱスプレーがこう馴染んできたのかなっていうところで、かなりこう動きが良くなってきたのかなっていう印象がありますので、こちらもかなりこう多用途といいますか、あのこれ1本でバイクのいろんな部分に使うことができるので、こちらもね、あの合わせてチェックしてみてください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。